東京2020オリンピックパラリンピック競技大会東京2020オリンピック競技大会閉会式2020年東京オリンピックの閉会式は東京2020オリンピック競技大会の最終日に当たる2021年8月8日午後8時から約2時間半オリンピックスタジアムで実施された同大会閉会式式典はオリンピック憲章に従って取り行われた 開会式に出席した、秋篠宮文人講師、内閣総理大臣、菅義偉、国際オリンピック委員会会長、トーマス・バッハ閉会式のコンセプトは、ワールズ・ウィー・シェア。当初は2020年8月9日に予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、1年延期となったため上記日程となった。 東京都の COVID-19 流行拡大による緊急事態宣言を受け、無観客で行われた。閉会式では、オリンピック期の引き継ぎ式なども行われ、2024年、パリオリンピックに正式に引き継がれる。なお、閉会式には、近城天皇の名代として、講子・秋篠宮文彦と親王が臨席した。日本国国旗掲揚には今大会のメダリストである。 高藤直久、大橋ゆい、北園武、ブレイキン選手の河合ライム、医療従事者の横田博之、義足のファッションモデルの海音が参加し、国家聖賞は、宝塚歌劇団の新風寮母、礼、誠、湯高校、星風窓か、前空ひとみ、ウルーバナ、水火、舞と、栄ひさてるせや、乙栗ことぶき、清志のあすか、愛月光る、瀬尾ゆりや、有沙み、 小桜ほのか、セリカとは、桜木みなと、和木空、ソラ、ハら、カルカアキラ、テンアヤボンザとが務めた。国旗騎手一覧日本を先頭に騎手が参加国旗を掲げて入場し、和を作った。日本の騎手は、キユナリョウが務めた。その後各国選手団が続々と入場した。なお小関雄二が作曲し、1964年大会で採用された。 オリンピックマーチが BGM として流れ、機種入場後に一度フェードアウトし、選手入場の際はアレンジされたものが流れた。選手全員到着後会場は一度消灯、花火の合図で選手はを点灯するよう求められ、小さな光の点の数々が選手が五輪の下で団結したことを示すために、モーメントファクトリーによる拡張現実や複合現実として、 無数の光は一旦虹色の光の滝となり形を、カエゴリンのエンブレムを形成。トラック上に芝生が敷き詰められ、昼下がりの公園をイメージしたステージに、スケートボードやダブルダッチをするパフォーマーが登場し、場を盛り上げる。音楽は、東京スカパラダイスオーケストラの演奏による、坂本級の上を向いて歩こうや、リサのグレンゲ、ベートーベンの公共曲第9番を披露。 クレンゲのスカパラ演奏の際、大型ビジョンには、東京都立片倉高等学校吹奏楽部の生徒たちが映し出される一幕もあり、さらにクリーピーナッツの DJ、松永の DJ プレイヤー、シンガーソングライターのミレイによる愛の参加の歌唱も見られた。前回同様に、陸上競技の男子マラソン表彰式が行われるが、今大会では、 北海道札幌市で男女マラソン競技が実施されたという事情を踏まえ、男子並びに女子のメダル獲得者をそれぞれ競技終了後に東京へ戻した後、最終日の閉会式において表彰式を同時実施する形をとった。大田裕希ら先日決定した IOC アスリート委員の新人者3名が紹介され、新委員から大会ボランティアに花束が贈呈された。 なお3名の任期は2028年のロサンゼルス大会まで、ボランティアへの表彰式も実施された。開会式に続いて設けられた時間。話題鼓奏者の佐藤健作による波の盆の演奏や青山田によるステージでのダンスの、あと、アイヌ民謡、エーサー、西村井の盆踊り、苦情踊りなどが映像で紹介され、最後に、 東京を代表するボン踊りドリ東京温度で占められた。閉会式に出席した来賓オリンピック憲章に、従い、ギリシャ国旗形容とギリシャ国家水槽、続いて、オリンピック旗構能とオペラ歌手である岡本智隆によるオリンピック参加報奨。オリンピック旗が小池由里子都知事から国際オリンピック委員会のトーマスバッハ会長、そして、 次期開催都市パリの市長であるアンヌイダルゴ市長へ引き渡され、続いて演奏場所を分散しフランス人宇宙飛行士のトマペスケがサックスを宇宙空間で奏でたことやルーブル、美術館等各地で模様を知ったフランス国家水槽、フランス国旗形容に続き、BMX による8分間の紹介演技が行われた。ビジョンには、ありがとう、東京、メルシー、 東京王と描かれたパリの中継会場ではパトルイユド・フランスによるトリコロールカラーのスモーク飛行が行われた。大会組織委員会、橋本聖子会長、IOC バッハ会長が閉会宣言を行った。ステージ上に大竹忍と杉並児童が圧勝が登壇し、宮沢賢治の星巡りの歌を歌唱。続いてドビューシー作曲の月の光が流れ、 成果が収めびされ、ここ27日間にわたる大会が幕を閉じた。閉会式に出席した来賓ビデオリサーチによる、閉会式の平均世帯視聴率が8月10日に発表され、前半が46.7%、後半が39.8%だった。電光掲示板のフォントを模した、ありがとう、東京スカパラダイスオーケストラ演奏の楽曲は以下の通り、 ボールフロム、リオハナ吹雪上を向いて歩こう日の玉ジャイブ、グレンゲパラダイスハズノーボーダー真夏の国書という過酷な気象条件下での競技となることを考慮して、男女のマラソン、競歩の合計5種目が東京都から札幌市へ会場を移すことになったため、なおマラソン競技については男子は8月8日、女子は8月7日にそれぞれ実施された。 20時49分21時23分と22時22時23分に台風9号関連ニュースを放送のためサブチャンネルと E テレで継続放送した手話通訳符で放送当初は E テレでの閉会式中継は予定していなかったが聴覚障害者などで構成している全日本ローア連盟からオリンピックパラリンピック開閉式での手話通訳を 要望されたことなどを受けて、急遽編成を変更する形で、同チャンネルでの中継が決定した。BS8K は19時30分から放送開始。当初は22時30分終了予定だった。ありがとうございます。